が高いです。2日目の4レースで一旦ちょっと8番手になったところ、はい、あの辺は本人的にはどうなんですか、ヒヤッとするとかは。ヒヤッとはしなかったですね、うん、まあ、の野田さん救われたところが一瞬ヒヤッとしましたけど、はい、うん、まあ、の高橋君は、まあ、ハイピッチで行けばホームで緩むだろうし、うん、まあ、僕だけ見てかけなければ自分がかますつもりで、うん、と思ってあの4コーナーから、まあ、4コーナーホームぐらいから仕掛けたらちょうど川口君が行ってくれてて、まあ、そこから乗る形になったんですけど、うん、まあ、あの監視の感触が良かったんで、うん、はい、本当に、まあ、川口さんラインの外をスッと乗り切った時の仕上がりがこれまた大丈夫だろうなっていう、まあ、あの笠松さんと内藤さんの動きが少し、まあ、走る前から注意はしたんですけど、うん、まあ、しっかり僕は超えれてよかったですね。もちろんその去年ここで勝って、はい、本当に今年の活躍にもつながってるし、だからこそ今年の優勝っていうのが見えてきますけど、はい、まあ、あのなんて言うんでしょう、あの各新聞社の前年度覇者ということで、うん、結構注目もあのたくさんあったんで少しだけ緊張はしましたけど、しっかり人気に応えれてよかったです。ちょっと一つ気になるのはバッティがちょっと出られて必要になっちゃったから、ちょっと、まあ、倒そうというモチベーションというかな、はい、言って戦ってこられたので、ちょっとそういう影響ってあるかないかなっていうのはどうですか。まあ、あの昨日はかなり本当に、まあ、衝撃的だったというか、もう本当にこう、まあ、ライバルですけど、うん、こう、まあ、中国地区の味方が落車したようなちょっと喪失感はあるんで、うん、まあ、あのグランプリまでにあの脇本さんがしっかり状態が治ったらいいなっていうふうに願ってます。ちょっとそのバッティの前回のレースとか見て、またこう気分もよしやるぞっていうのは絶対出てくるでしょうか。ぜひいい走りで。そうですね、あのいい走りで脇本さん元気づけてるといいですね、うん、はい、また明日から頑張ります。頑張ります。